清水で勝たなきゃいけないっていうのが相当なプレッシャーってことです。でもそのためには選手を集めなきゃいけないじゃないですか。まさに李さんはさっきその素材が違うっていうところの言い方がありましたけど、うん、どうやってその素材を見抜いて集めてきたんですか。集まるわけないだから商業高校ですからね。商業高校ですよね。なかなか集まらないんですよ、はい、結果がついてくれば皆さんがこう来るわけですから、その当時はもうみんな学生服を着るのも恥ずかしいっていうような感じですからね。あ、清水商業っていう名前がそんなに、まあ、そうです。それをやっぱりなんとか胸を張って清水の町も例えば東京でもね、胸を張って俺は清書の生徒だって言えるような学校になりたいなっていう、それが僕の教員になった最初の思いですから。ああそういうことは、ね、そこから始まってるから逆に勝たない結果が結果ですよね、やっぱりね。それになりたいっていうことで教員になったわけでね、その最初のスタートの段階から選手はそんなにいるわけじゃないんですよ。だけど今思えば、この年で思えば、あの当時の選手はいい選手いたなと思うんですよ。あ、そうなんですか。それでも、それでも、でも僕は勝てなかったんですから。うーん、で当時のオール清水のこの中学生なんかいい子がいっぱいいたんですよ、はいはい、それも僕のところで預かるんだけども、やっぱ勝てなかったですね。勝てなかったですか。勝てなかったです。ベスト16ぐらいがいいところだったかな、静岡の中で。はい、ですね、はい、それはあ、今から考えると何ですか。こっちの未熟さですから、知識もない状態で大学を受けたばっかりでもって、こちらの方が走りゃ早いんだから、その中でやってましたから、もう分かなきゃこの野郎って言って行くしかないですからね。でもそこの七海さんとか伊田俊也さんが入ってくるまでには相当時間かかってるわけですよね。20あれが8くらいなのかな、出会ってるのが。七海なんか見に行った時中学校3年生ですよ。今の草薙のグラウンドで中学生大会の決勝戦をやってるんで、はいはいはい、左利きのうめえやつがいるなぁと思って見てましたからね。はいはいはい、でもこんなのはうちに来ないから予定ないっていうふうに見てます。予定外だったんですから。それがどうなったんですか。それはたまたまうちに来るようになったんですよ。それ なんでですか。東海選抜に彼ら入ってたんですね、うん、中学校の東海選抜に。その東海選抜大会っていうのが全国でありまして、はいはい、それで彼ら優勝してるんですよ、うん、そのメンバーの何人かがうちに来るっていう話になって、その中に7人がいた。でそれ強く誘ったわけではないんですか先生。違います、違います。え、違うんですか。違います。藤枝の子が清水に来るなんていうのはさらさらないですから。そう、藤枝清水全然文化圏違いますよね、やっぱり。違います。それなんで来たんですか。なんで来たんですかね。それ結構大事なことなんですか。結構先生それ。藤田俊也は清水の子ですよね。清水母中の子でね、うん、じゃ先に藤田さんも取ったってことですかね。取ったんじゃなくて彼が来たんだって。来たんだ。そんなね、僕があの時代そこじゃないですか。こんなことできないですよ。できないですか。できない、できない。じゃ来たんですか。来たんです。トシヤの前に三浦文武っていうのがあって、あ、はいはい、あ、前に行った。そう、彼とトシヤのお家が近いんですよ、はい、だからトシヤがいつも文武の家に寄って、うん、あのジョラの家の近辺を走って、うん、それからうちの学校へ来るんですよ、はいはい、でそういう仲だったから、うん、文武が行ったから僕も行くって言ってたんですよ。じゃあそのわらしべ長者じゃないんですけど、そのもともとは三浦文武さんってことですか。ええ、そうです。文武さんはどうやって取ったんですか。いや、来たんだ。やっぱり来たんですか。やっぱり来たんですか。中学は高校1年で入ってきた時も文武がそんな選手だっていうのは分かんないんですから、僕が欲しいからって取れるような学校じゃないですから、はい、うん、たまたまじゃあ見たらいたんですか。来てくれたんですね。でも彼も有望な選手ですよね。そうですね。それで見てやっぱり物が違うと思いました。物が違うっていうのは分かんないんだけど、あのここが違いましたね、もう最初から。あとは、うん、もうキャプテンだなこいつはって思ってましたから。うん、でもそこからだん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 選手が集まってくる。そうですね、まあ、結果がこうついてくると、うん、集まってきてくれるんだけど、僕らが取れるわけじゃないんですよ、あくまでも。え、でも僕あの安永さんを知ってて、うん、ね、から山口県じゃないですか。でいきなり突然ある日、あの大竹先生が電話かかってきて、あの清水商業の大竹ですけど落ち込まないかって言われたっていうことを聞いたんですけど、自分のプレー見たことないのにっていう話なんです。それはあれは何なんですか。あれはね、古川先生っていう中学校の先生がいらしたんですよ、うん、その先生が安永のプレーを見てて、これはすげえぞって、お前取れっていう話で、で僕はすぐ出ましたんです。ちょっと李さん違うこと言ってました。おっしゃってました。あれはね、
まあ、安永宗太郎君といえばね、今や有名人ですけど、当時僕が党員で、生徒を探さなきゃいけない、うん、僕は10人の枠しかないんだけど、で10人の枠の話も実は大変なんだけど、まあ、それは置いといて、東京で、そういう大会が春先にあって、ああ山口県代表っていうと面白い子いるなと思って、うん、ああ安永さんだ、大竹さんに何気なく電話して、そして山口県に安永っての人いたよ、面白かったよっていうのが僕はきっかけじゃないかと今の今まで思ってる、ね、でもやっぱ複数の意見があったんで、いやいや、ね、いやだからね、いいなと思う子は多分誰が見てもいいんでしょうよ、うん、まあ、どっちに行っても多分大した選手にはなってたんでしょうね、うん、そんな感じですよね。でもそこで大竹選手は安永さんを誘ったわけですよね、うん、それは誘った連れてくる電話かけて誘ったわけですよね、やっぱりね。彼のお家の近くにね、うちの学校の先生の親戚があったんですよ、はい、山口の上に、うん、でたまたま僕はそこの家に泊まって安永と食事をしてた。たまたまですか。たまたま。たまたまです。笑ってますよ、みんな。狙い撃ちしていくわけじゃない。狙い撃ちしてないですか。でも安永さんはなんか狙い撃ちされてることをおっしゃってましたけど。まあ、だけどいろんな事情あるんだろうけど、うん、そうですね、まあどうしてもあの今こっちに清水に来るまで の道中でね、うん、まあ、安永話はぜひ大竹先生に聞きましょうって話だったんですよ。まあ、これで思い残すことはないでしょう、うん、でもそこであのまた多分お二人が親しくなるっていうのは、李さんが党員、まあ、辞めた後に、まあ、コーチとして招聘という形ですから、うん、その前があって、はい、ブラジル一緒に行ってるんですよ。あ、そうなんですか。ブラジル遠征してる時に、はい、その前からいろいろ交流があるわけで、李、うん、ちゃん一緒にブラジル行かないって言うんですよ、はいはい、で行ったんですよ。ブラジル遠征サンパウロですか。うん、ポルタリコ、ポルタリコ、あ、ポルタリコ行って、うん、面白かったですね、あのブラジル遠征。面白かったね。その時リーさんのじゃあ実際指導をしてもらったわけですよね。だいたい全部僕に任すんで、その時その起用者の選手がどんな方なのか、あのリアクションだったんですか。僕がやってるのとやっぱりリーさんがやってるのとは違うんですね。生徒は聞き耳を立てて言葉を一つも失わないぞっていう感じで聞いてるんですよ。うん、僕が普通に喋ってると彼らも聞き耳を立てずにどんどんそんなことないと思うんですけど、そんなことはないと思うんですけど、そんなことはないと思うんですけど、それ何週間ぐらい10日間、うん、でもそれって他の学校の監督招くって異例ですよね。辞めた人だから、辞めてる時から、ね、でもね、監督招くっていうか、例えば練習試合が3チームでやるとするじゃない、うん、3チームで、例えばうちと帝京高校やって清水商業と3チームいるとするじゃない、うん、先生選手貸してくれるっつったら先生は貸してくれるし、うん、先生うちの選手使うっつったら使うし、うん、この2人の中では一番いいことがいいことなんですよ。なるほど、ベストだよ、うん、だから他だったら嫌がるじゃないですか、何言ってんだねうちでっていう仕切りなんだけど、うん、だって自分たちのサッカーやる、うん、確かめたいとかあるんですよ。本当に先生はそういうことに対して非常に信じたものに対しては許す人だね。僕はそういう意味では学ぶところが多いですよね。それは大竹さんの懐の深さというか、いやいや、ね、そうじゃなくてやっぱり興味津々で、うん、指導がうまいからそばに生徒が行けばそれなりのものを吸収してくるから、うん、その方が手っ取り早いじゃないですか。手っ取り早いやるよりも、いやいや、そんなことない。だからブラジルから指導者を連れてきちゃうとか、うん、逆にブラジルへ行ってみちゃうとかね、うん、世界で一番いいものをブラジルではやってるわけだから、うん、そこへ行っていろんなものを勉強してきちゃうんですね。いいですか、何度も勝ってる人がブラジル人呼んじゃうとか、ね、任しちゃうとか、うん、なかなかないですよね。いや、子供に一番いいことを与えようっていうところが、うん、その大竹さんの真骨頂じゃないの、うん、厳しいところもたくさんあったみたいだけど、そういう話も聞きますけども、うん、僕は持論でね、そのサッカーって後発でプロ野球、野球とは違う世界の作り方だったから、どうしてサッカー界ってのはさっきも言ったけど、こんなに勝った人たちって何人もいらっしゃる。で、何人もいらっしゃるんだけど、そのプロができて縦軸な割にね、野球ってのはこうスパンと切れてるわけだから、こうやってね、でもサッカーこうなってる割には考え方として
やっぱりうまくできた。高校サッカーの監督やって、プロの監督やったら李さんぐらいですか、うん、いや、そんなことないでしょ。布圭一郎が、この間クビになってたから、うん、そう、でも逆に2人ぐらいしかないってことですよね。いや、彼はだって別な話でなってるわけだから、うん、まあ、ちょっと置いといて、布の吉原氏は置いといてね、その縦軸でやってる割にはね、そのプロの人たちも歴代一生懸命いろんな地域で有名な方っていらっしゃるじゃないですか、ね、例えば福岡なら誰々さんとか、大阪だったら誰々さんとか、静岡市内だったら誰々さんとか、清水区だったら誰々さんとか、東京だったら誰々さんとかね、そういうのをそれぞれ地域にあるんだから、なんかうまくね活用して、その集客の部分もそうだし、人脈的な部分もそうだし、どうしてそういうことやんないのかなっていうのが僕の疑問でね。ベオランフドスール州の国会議員知り合いだよ。でもそこもすごいですよね。すごいと思うよ。だけど日本でもその武田さんなんか知り合いだよ。もっと武田に会ったら言っとくけど、ちゃんと使えよと、もっと政府として、なんかスポーツ庁の長官がまた個人競技の人がなってるけど、やっぱり団体競技の人をやるとか、まあ、政府が地域振興なんかも言ってるわけだから、大滝さんのようなね、いろいろやってきた方をどうしてこう市とか県とかも含めて登用しないんだろうなといつも思うんだけどね、うん、先生なんかやっちゃったらどうですか。いやいやいやそれは困りますけど